あミッシー、はるか、ことね、まも、私たちはチェゴです。はい、ということで今日は最終日です、はい、おお、皆さん、ね、たくさん見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。今日はあの前回も踊ったんですけども、はい、スノーマンさんを踊ってきたと思います。イエーイ。前回すごい好評だったので、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちの中ではこの前の振り付けがすごい激しかったので、はい、なんか激しいっていうイメージがある、ね、イメージがある。そうです、ね、だからちょっと難しそうなんですけども、はい、まあ、頑張って覚えていきたいと思います。はい、それではレッツチェコー。はい、それでは、はい、見ます。え、ちょっと落ちてよえ、ちょっと待って激しいんですけど、やっぱり。ちょっと待って、難しいんだけど。めっちゃ上手い。とりあえず覚えていきます。はい、ありがとうございました。ちょっと一つ悩みがあって、うん、ここで言ってもいいですか。すみません。何最近ね、はい、この動画もだけど激しいダンスやりすぎて、本当にそれもうさらにないバストがどんどんなくなっていくのもうなんかいじれるんじゃないかっていうぐらいもうやばいんだよね最近。まほちゃんさ、いつもさ綺麗な形を保っててちゃんと女性らしいじゃん。なんか秘訣とかあるんですか。マホもね、そのことで悩んでたんだけど、実は、うん、ナイトブラをつけるようになってから悩まなくなったの。ナイトブラ、うん、そう、今実は、うん、今も実際つけてるんですけど、うん、あ、本当だ、かわいい、うん、これかわいい。あ、ナイトブラって夜につけるようなもんじゃないの。夜だけつけるものだと思ってたんだけど、うん、いつでもつけられるの。あ、そうなんだ。そうそうそう。ナブラよりも、うん、あのつけてて心地がいいし、ノーワイヤーだから激しく動いても締め付けられないの。ナイトブラの中でもいろいろ試してみたんだけど、うん、このエアリーナイトブラが一番好きで。なんで？まずデザインがめっちゃ可愛くて。え、可愛い。そう、このレースとあとここにもレースがあって、うん、え、本当だ。そう、めっちゃ可愛いんです。可愛い。なんかマホって結構いろんなものにデザインこだわるんです。そうだね。あとここの、うん、これサイズ感が調節できるから、いいね。そう、調節できないブラジャーもよくあるんだけど、これはできるから、汗を吸収して、うん、すぐこれ乾く生地だから、汗かいても全然気持ち悪くならなくて、そう、ダンスやってる方はめっちゃおすすめしたい。そうだね、うちら以外にも普通に寝てる時って結構汗かいたりするじゃん。そうなの、夏とかでも。そういうのめっちゃ便利だわ。そう、寝てる時も普段も使えるから本当に便利だし、内側とかサイドにあるこの胸とかもこっちに持ってくると、そう、無駄なお肉がこっちに固定されて、そう、めっちゃいい感じになるんですけど、背中に流れない。そう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 、だから夜寝る時も流れにくい、これをすることによって。このここのプニプニの脇のこのプニプニの部分あるじゃん、うん、これもこうやって引っ張ってきて、うん、この脇の方のお肉もキャッチしてくれて、そう、それによって背中 の見えるシルエットも良くなる、うん、なるほど。ナイトブラを使ってなかった時期は、うん、その形の崩れも気になってたし、サイズとかも気になってたんだけど、これを使うようになってからバストアップすることができたんです。おお、すごい。なんか実際に写真はこちらなんですけど。え、本当だ。もう
寝る、まあ、寝る時はもうこのナイトブラがないと寝れないってくらい必需品になりました、うん、待ってめっちゃ欲しくなったんですけどでねカラーもね4色あって、うん、黒、うん、ピンク、ブルー、赤の4色があるんですよ。じゃあはるかブルーにしますうーん黒かなこれみんなでお揃いしようよ。え、変えたいの欲しい。もうピンクも欲しいからそれからピンク買おうと思ってる。お揃いでつけたいと思います。このナイトブラは概要欄に貼っておくのでよかったらチェックしてみてください。はい、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。以上チェゴでした。バイバイ。はい、今日も動画見ていただきありがとうございました。いや、スノーマンさんのダンス本当かっこいいくて激しくてちょっと難しいんですけど、でもやっぱいつも楽しいですね。あとナイトブラ本当におすすめだからみんなマジでつけてみてほしい。以上、まほでした。